高校生の時 で自分も通信制の高校だったので、昼ぐらいにその日目が覚めて、で、あの、お父さんお母さん仕事で、で、お兄ちゃん学校でいなかったんですけど、で、寝ててゴロゴロしてうどうとしてたら、家のドアが玄関が開いて、で、あの、ただいまってお兄ちゃんが帰ってきて、で、あ、お帰りって言って、で、荷物をいつも玄関に置くんですけど、荷物を置く音聞こえて、で、あ、帰ってきたと思って下降りてって、たら、もう一回ドアが開いたんですよ。それでお兄ちゃんがただいまって帰ってきて、で、荷物背負ってて、で、あれって今一回帰ってこなかったって聞いたら、いや、今帰ってきたよって言われて、ちょっとゾッとしましたね。それは、原因は突き止められたんですか？いや、全然わかんないです。はい。なんで二回帰ってきたんだろう。